はじめまして、赤星と申します。こんばんは。こんばんはっていうかあれか、これを聞くタイミングは人それぞれやから別にこんばんはってわけではないのか。難しいな。皆さんはじめまして、赤星と申します。僕はダンサーなんですけど、いつもはね、振り付けを作ったりですとか、もちろんダンスレッスン、子供たちや、大人まで、ダンスを教えたりですとか、作品を作ってね、ステージに立ったりとかしているんですが、その傍ら、映像クリエイターとして活動してまして、二刀流ですね。そういうね、活動をして、商品のプロモーション映像ですとか、地域の PR の映像とかをね、作ったりしています。赤星です。初めてのポッドキャストなんで、ちょっと緊張してるんですけど、頑張っていこうと思います。はい、てなわけでですね、オープニングに使ってる曲はナイスガイズっていう曲です。エリック・アンドリューさんの音楽ですね。はい、僕結構この曲好きで、今回どうやって始めようかなって悩んだ時に、じゃあこれでいこうと思ってこれ入れてみました。はい、果たしてこれ通るんですかね。実はまだ登録とかもろもろしない状態で撮ってるんで、これが通るのかよく分かってないんですけど、大丈夫か。一応ね、著作権フリーでね、使えるところなんでね。はい。今ね、始めたてで、まだ僕がね、こいつ何者なんだっていう感じでね、皆さん僕の声を聞いてらっしゃると思うんですけど、そうですね、僕は実は、先ほどね、言った通り、普段のお仕事としては、ダンスのお仕事とカメラのお仕事、大きく2つに分けてやってるんですけど、今日はね、ちょっと僕がどういうやつかっていうのをね、ちょっと知ってもらうためにですね、趣味の話でもしたいなと思います。なんか合コンみたいですね。僕合コンとかやったことないんでわかんないんですけど、趣味はですね、旅行なんですよ。と言っても一人旅ですかね。一人が好きってのもあるし、一緒に行く友達がいないっていうのもあるんですけど、例えばですけど、最近ですと東北地方をね、ちょっと一周したりとかしてました。はい、僕はね、車の免許実は持ってなくて、移動するとなれば本当に電車か飛行機かバスかになってくるんですけど、この東北一周に関してはですね、先日まで鉄道開業150周年記念パスっていうのが発売されてて、2週間ちょい限定やったんですけど、その切符がですね、なんと最強で、東日本のね、新幹線特急全部乗り放題だよっていう紙のような切符でして、紙やったんですけどね。はい、そういう切符でして、それでね、東北をぐるぐる巡ってきたわけなんですけど、やっぱね、東北地方を巡るには車が必須ですね。行ってみて思いました。その様子もね、実は僕 YouTube チャンネルもね、実は持ってまして、その旅の様子をね、 YouTube にもアップロードしてるので、もしお前どんな旅したんってちょっと気になった方がいらっしゃればね、ぜひとも見ていただきたいなと思うんですけど、ちなみにですね、趣味はもう一つ、趣味というか実は音楽が好きでして、どちらかというと作るのが好きなんですけど、今流れてるこの BGM、 これ実は自作なんですよ。実はですね、もう今はやってないんですけど、ジグピースっていう YouTube チャンネルをですね、全然流行らなかったんですけどチャンネル登録者数もね、190人くらいで心が折れてやめちゃったんですけど、ちょっとね、友達3人組でやってたんですけど、そのね、僕はどちらかというと裏方側で、あんまりね、カメラの前に立つのも得意じゃなかったんで、その時にね、オープニングソングを自作してみようっていう企画をやった時に、このトラックが生まれて、そのメインの2人がね、この曲でラップするっていうようなオープニングを作ったんですよ。まだね、多分調べたら出てくると思うんですけど、実はね、このサウンドトラックがですね、深い話、皆さんご存知ですか？深い話に
あの 2,3 回使われたんかな、あの、まあ、数年前なんでね、あのちょっとまだまだちっちゃかったんですけど、今ラッパーとして活躍されてる大輝くんっていう方がですね、肩もう肩やな、大きくなってたし、あの AAA の日高さん、あのスカイハイさんのところでね今活動されてる大輝くん、当時まだ小学生やったんですけど、その子がねこのトラックの上でねラップするっていう、そのラップのトラックに恐縮ながら使っていただいたりとかしたんですよそうなんですよ、ますますね何者か分からなくなってくると思うんですけど、何者ですかって言われると、ダンサーで映像クリエイターで写真もやって、そうそう写真も撮るんですよ。でね、僕は一つの肩書きを見つけまして、あのね、旅するダンサーって名乗ってますこの間ね、あのマック・ジャックさんっていうね神戸のレゲエアーティストさんのミュージックビデオね振り付けで関わらせていただいたんですけど、あの新曲のねバカバイブスっていう曲がね今絶賛リリース配信中ですので、皆さんぜひともこの後聴きに行ってほしいんですけど、でそのマック・ジャックさん あのライブ配信があったんですよ、 YouTube の。でそちらでもね、あの旅するダンサー赤星さんっていう風に紹介されてまして、もう多分ねこの旅するダンサーっていうこの肩書きはちょっと自分からも発信していこうかなって思ってます。はい、まあてなわけでですね、この感じでダラ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 喋っててもねあんまり面白くないとも思いますので、ちょっとねまず一つ目のコーナーに行ってみましょう。旅するダンサーの旅の小話。このコーナーでは旅好きの僕がいろいろ各地を巡った時に出会った人やちょっとした事件などのお話をねちょこっとしようかなっていうコーナーです。記念すべき第1回目の話題にね選ばれたのは、先日ね僕はあのウェディングの撮影のお仕事で愛媛に行く用事があったんですけど、その愛媛にね行く日の前に香川県の高松にちょっと立ち寄ったんですね。スケジュールとしては高松で1泊して次の日愛媛でお仕事して1泊して帰るっていう2泊3日の段取りだったんですけど、なんとねその高松1日目のお話です。まあもちろんね高松1日目高松でホテルを取ったんですけど、まあねフロントの方にその予約した時の名前を伝えて、もちろんチェックインは普通にできるんですけど、なんかね入ったお部屋が僕一人で行ったのにツインルームだったんですよ。ベッドが2つある、あれおかしいな、本当にやってるのかなと思ってフロントの人に確認したら、まあ、フロントの方もねちょっとなんかあまり慣れてなさそうな感じやったんですね。でまあ、あの多分高松結構多かったんですけど、あの外国人でねこちら日本に働きに来られてらっしゃる方があの結構多くて、フロントもその方だったんですけど、もちろん日本語すごいお上手だったんですけど、すごく一人でお忙しそうにされてて、あ誰も手伝いに来おへんにゃみたいな感じだったんですけど、その方に、ね、一応ちょっとお忙しい中すいません、ちょっと部屋2人ような気がするんですけどって言ったら、だから手違いだったみたいで、僕ねもちろんシングルルーム予約してたのにツインルームやったんで、でまあいいかと思って、まあ僕ね結構こういうの一人身が多いので、まあちょっとね、まあ、あの仲間とかに SNS で伝えたら寂しいみたいないじり方をされたんですね。まあちょっと小ネタにもなったしいいかと思って快適に過ごさせていただいて、で次の日愛媛で1日撮影を終えて、まあ、向こうの方にねあのホテルまでご用意いただいてまして、しかもね近くに道後温泉っていうすごいいい感じのところのホテルを押さえていただいてて、もうルンルンでね部屋に入って、すごい綺麗なお部屋で広くて洗面所がすごい広かったんですよ。なんかもういいお部屋の証みたいな感じじゃないですか、洗面所の広さって。でそこでまあ夜の予定まで作業して満喫できるなと思ったら、ここもベッドが2つあるんですよね。もうこれはいじりに来てるやろうと思って、そうなんですよ、あのお一人様にねもうかれこれ何年もお一人様の僕に対してずっとツインルームをぶつけてくる四国のホテルいやでどういうあれやったのか分かんないですけど、まあどうやらあれみたいですね、あの空き部屋が多いとそういう風なことが起こるっていうことはちょくちょくあるみたいですけどね、なんかいじられてるんかなと思って、
はい、もちろんね、これも身内で報告したらもうそれはいじられてるねっていう話になって、なんかこんな感じだとね、四国のホテルにいじめられたみたいな話で終わっちゃうんですけど、もちろんね、あのね、もちろんって俺よく言うね。はいはい、まあ気を取り直してですね、結構ねこの2泊3日間っていうのはすごいいい時間を過ごせたんです。まあもちろんお仕事のね時間もあったんですけど、まあ、高松ではね、まだこれまた別でゆっくりお話しようと思うんですけど、コワーキングスペースでね、あの作業させていただいたりですとか、まあ、愛媛のね、まあ、もちろん愛媛の1日目はお仕事でもう1日がっちりバチャバチャ写真を撮ってたんですけど、3日目に関してはですね、もう向こうの方がなんとオフのために1泊撮ってくれてて、つかの間のね、あのいきなりのオフを道後温泉で満喫した時に、まあ、出会ったお菓子屋さんのお話とかこれもねまた後日ちょっとゆっくりできたらなと思うんですけど、本日の旅の小話はここまでです。ホテルに掃除でツインルームでいじられたという話でした。さあね、こうやって旅を続けてるとね、いろんな人と出会っていろんな場所に触れてっていうね、いろんな空気を味わえるんですけど、それって間接的にね誰かの人生に触れてる気がしてですね、すごくその瞬間も楽しいんですけど、なんかね適度に触れてる感、その干渉はしないけど実はどこかでつながってるっていう、わかりますかね、これなんか素敵な話してますね僕ね。はい、てなわけでですね、ちょっとここでこれずっと言ってみたかったんですけど、ちょっと曲の紹介をしようかなって思ってるんですよ。まあっていうのもですね、今回はあの何も決めずに試しで頑張ってみた第1話なので、なんかねちょっと僕のその先、僕ね趣味で音作ってますっていう話をしたんですけど、あのその音にね、あの歌を乗っけてくれてる子がいましてですね、ちょっと今日はその人のね曲をちょっとここで流してみようかなと思ってます。まあ音作ったの僕ですし、あの歌乗っけてくるをね、あの乗せてくれって言ってるんで、あの著作権とかのねところはね問題ないかなと思ってるのと、まあ別に配信とかもねされて登録されてる音楽でもないんで、まあ、もしね皆さんこれ聞いてちょっといいなと思ったらね、あのサウンドクラウドとかもねちょっとあの聞いてあげると、まあ、この子 YouTube にも曲あげてるんでちょっと聞いてあげると喜ぶんじゃないかなと思います。タグテムっていう名前でねやってるんですけど、まあ、ちょっと一回聞いてみてあげてください。タグテムで Alone in the Night。 この狭い狭い部屋の中で深い深い眠り落ちて、長い長い夢を見て、狭い狭い部屋の中で深い深い眠り落ちて、長い長い夢を見て、 Tonight Try Again。 明日には良くなってるかな、止まない雨はないって言葉に揺れる今は少しやばいって、心じゃなくて傷に響いてるの、熱くて痛いよ、や一人弱音を吐いたって今はもうここじゃ誰にも聞こえない、yeah。窓を叩く風の音が僕の戸が押せめ立てる、壁の向こうはどんなストーリーをプレイできるのかな、意味わかんないな、目の前には青天井、壁と壁の間をまた walk。 この狭い狭い部屋の中で深い深い眠り落ちて、長い長い夢を見て、 Tonight fly away。 狭い狭い部屋中で深い深い眠り落ちて、長い長い夢を見て、 Tonight Try Again。
ぐるぐる回るまた同じこと堂々巡りのままどうせ迎えちゃう朝きっとあなたは心配そうに窓からそっと光を投げかける。何も解決してないと勝手で次に進む I look to me today If you could see me now would you love me or hate me ignore meBe some dream gone away from my head もうどうしようもないか誰かによく見られたいがため壁と壁の間をまた walk この狭い狭い部屋の中で深い深い眠り落ちて長い長い夢を見て Tonight fly away 狭い狭い部屋の中で深い深い眠り落ちて長い長い夢を見て Tonight try againいただいたのはタグテムで Alone in the Night でした。なんかねこうやってオリジナルでね曲出してる人の曲とかをこうやって紹介していけたらなんか面白いかなとも思いながらそんなことを考えながら楽曲と関係ねーそんなことを考えながらねちょっと聞いてみました。僕このことのねやり取りのきっかけはジグピースの先の深い話のトラックやったんですよ。僕ずっと本当別にオーダーメイドでこういう音を作れるような技術はないのでなんか思いついた時にパソコンに向かって音楽弾いて思いついた時に書き出して思い立った時になんか発表するみたいなそういう困難をねで一回ね YouTube にフリーのなんか自由に使ってくださいみたいな感じでね動画あと音楽を上げてた時があってそれきっかけでねやり取りが始まったんですけど未だにね僕はこの子の顔を見たことがないどころかこの子本人が全く顔出しをしてないっていう。まあなんかねこの子も本気で音楽やりたいっていうよりかはね、働いてる傍ら趣味で言葉を吐きたいっていうタイプの子なんでまあなんか趣味レベルで2人でできるんじゃないっていうやり取りをねインスタの DM でやっておりましてですねなんかこの子の声も結構優しい系なんですよ。この子の声もってことはお前自分で優しい系と思っとんのかって話なんですけど僕もねそんな普段めちゃくちゃ声張って喋るタイプじゃないのでなんかちょっとね通ずる部分を感じつついつもデータのやり取りをしてました。でねもう喋ってるとなんだかんだもう18分くらい喋ってるんですよ。これ意外とあっという間なんですね。てなわけでですね、まあ、ポッドキャストをね、始めるにあたってね、まあ、何もせず迎えたわけではございません。第1回らしくね、ちょっとね、質問コーナーというものをやってみようかなと思いましてですね、事前にね、ちょっと質問を集めておりましたんで、ちょっとここからはね、最後そういう質問に答えて、今日はちょっと終わりにしようかなと。思っております。まあ基本的にね30分くらい喋れたらいいかなっていう感じでね構想を練ってるんですよ。でもねその初手から30分もお前の声聞けねえよって方も多いと思いますので徐々にじわじわとやっていけたらなと思います。ってなわけでやっていきましょう。質問コーナー。はい、ってなわけでですね早速やっていきたいと思います。まあもちろんね誰からの質問かっていうのはね伏せさせていただきながらやっていきますので安心してください。はい、まず最初の質問はこちら。どこ出身ですか？いや普通やな僕はですね大阪府の豊中市っていうところで生まれ育った人間でございます。
なので大阪でもね、北の方ですね、結構一番北は箕面市になるのかな、箕面市の一つ下が豊中市ですね。はい、まあ、その近くに池田市とかあったりするんですけど、大阪も広いですからね。はい、次行きます。まあ、もう最初の方にね、23歳男性ということをお伝えしているので、まあ、それ以外でね行きたいと思います。あ、いいですね。カメラはいつ頃から始められたんですか？僕ね、カメラを初めて買ったのはですね、成人の年やったんで、今から3年前かな、4年前か。一応僕24の代なんで、早生まれなんで、成人祝いでねいただいたお金をね、ちょっと最初のカメラでつぎ込んでしまいましてですね、最初はね、キャノンっていうね、皆さんもご存知の方も多いと思いますけど、キャノンの本当に初心者モデルのカメラから始まって、動画を撮ったり写真を撮ったりして SNS に上げてたところから、まあなんかね、だんだんそのお金払うからちょっとうちも撮ってよって言ってくださる方が徐々に増えてきて、今お仕事になってって感じなんですね。だから本当にカメラ買って 3,4 年くらいしかまだ経ってなくて、お仕事としてさせていただいてるのも去年からですので、本当に実はね、歴は浅い、まだまだペーペーな人間でございます。でもね、逆に言うと3年4年くらい前にカメラ買ったところから今カメラでお仕事してるって考えると、意外とね、今の大学生の皆さんとか今からでも何にでもなれますよ、本当に。僕逆にね、次の質問にもね通ずるんですけど、ダンスはね、僕逆にもう小学生の頃からずっとやってて、まあ多分ね、ちゃんと真面目にやりだしたのって小4とかやと思うんですけど、でまあ将来もダンス頑張りたいなと思い始めたのは本当に中学生、高校生らへんで、ちゃんと具体的に考え始めたのが大学生遅えって話なんですけどくらいの時でして、ダンスはねもう逆に十何年とやってるんですよ。だから僕はダンス以外のことをやる自分が全然想像できてない中、まさかのカメラで仕事をやるっていう、やっぱりね、今本当に両方五分五分くらいで仕事やってまして、どっちかがねなくなると僕生活できなくなるっていうね、ギリギリで生きてるんですけどはい、そんな感じですね。まあこれでね、ダンスいつからやってるんですかっていう質問もクリアですね。あれなんですよね、一回ね、多分ね、僕の作品見てくださってる方からの質問なんですけど、はい、赤星さんの作品のジャンルはダンスで言うと何になるんですか？これね、結構難しいんですよ。本当にね、ポッドキャスト、この声から入ってくださってる方って、僕がどういう作品、ダンス作品を作ってるかっていうのは分からないと思いますし、でこの間のマック・ジャックさんのね、振り付け、最近だと、そこから入ってくださってる方って、もう僕がああいう系のダンスをやってる人やと思われてる方、すごい多いと思うんですけど、僕、全然普段あんなんじゃなくて、ジャンルとしてはですね、でもストリートダンス、ヒップホップっていうジャンルになるんですよ。でも僕の作品がなんかヒップホップっぽくないなって言われる一番の理由は、ヒップホップ感と、ヒップホップ感のない佇まい、ヒップホップ感のない世界観、ヒップホップ感のない音楽でヒップホップのことをやってるっていう作り方をしてるからなんですね。まあ分かりやすく言うと、まあなんかヒップホップっぽくないことをヒップホップでやってるっていう解釈でいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はヒップホップと言い張ってます。はい、まあでもなんかね、人と違うことがね、なかなかできる人って少ないと思ってるんで、まあね、その中の一人として認識されてるのであれば、僕はすごい光栄ですね。はい、てなわけでですね、そろそろお時間になっちゃったわけなんですけど、実はですね、このポッドキャストまだ名前が決まってません。今ね、絶賛 SNS で募集中なんですけど、まあ、もしよかったらですね、こういう名前いいんじゃないっていう名前をね、ちょっと僕のインスタグラムやツイッターやらでちょっと送っていただければなと思います。概要欄にね、SNS のリンクとか YouTube のリンクとかいろいろ貼ってありますので、ぜひともそちらもチェックしていただけたら僕はすごく嬉しいです。ってな感じで第1回目のポッドキャスト配信をね、ここら辺で終わっていきたいと思います。もっとお前こういう感じにしたらいいんじゃないっていうね、ご意見等も受け止まっておりますので、ぜひとも皆さん、お手柔らかにお願いいたします。それでは皆さん、
今夜もありがとうございました。皆さんお疲れ様です。それではさようなら。